俺の名前は鬼頭ジョージ。世界の気色と秘境を探求するドリームハンターだ。今回俺が訪れたのはインドネシア・ジャワ島にあるバニュワンギという町。ジャカルタに比べてだいぶ落ち着いてるな。ジャワ島最東部に位置する自然豊かな場所だ。空港から少し歩いたところで今回のガイドと落ち合った。あなたキッドですか？私デニーね。よろよろよろしく頼む。言うまでもないが、単なる観光をしに来たわけではない。さ、早速これに乗るね。なんだこれは。ベチャっていうタクシーね。これで移動よ。インドネシアでは自転車タクシーなるものが市民の足となっているのだ。こんな謎のチャリンコで大丈夫なのか。導かれるままベチャで移動を始めた次の瞬間、ドー！運転手が突然の急ブレーキ。俺の生身の体は前方へと投げ出された。しっかり捕まってなきゃダメね。なかなかスリリングなタクシーじゃないか。現地の文化に触れることが旅の醍醐味。郷に入っては郷に従おうじゃないか。さて、今回俺が目指す秘境はこの島最東端のイジェン山。そこにある湖がターゲットなのだが、なんとそこでは神秘的な青い炎が見えるという。しかし、ジャワ島の奇跡と呼ばれる青い炎が見えるのは夜中、つまり6時間以上ある。デニー、うまいものを食わせてくれ。オッケー、任せて。ならば現地の食文化に触れないわけにはいくまい。俺が降り立ったバニュワンギ空港から数分、デニーおすすめの店に到着した。ここ絶品料理食えるね。ほう、ローカル感のあるいい店構えじゃないか。早速メニュー表を拝借すると、きっとパニキ食べてとても美味しい。パニキ、なんだそれは。聞くとパニキというのは香辛料をふんだんに使用した郷土料理だという。ただ日本人には耐えられるかわからないよ。おー、いいだろう、受けて立とうじゃないか。デニーの発言から察するに間違いなく気色ハンターの血が騒ぐ。待つこと数分。お待たせしました、パニキです。おー、なんだこれは。俺の前に姿を現した料理は日本人の想像を絶するものだった。赤いスープの中に明らかに見覚えのある羽が鎮座している。これはまさか。日本人はコウモリ食べないね。コウモリ食はよく耳にする。しかしここまで形がはっきりしているとは。そしてコウモリは万病の源と聞く。やばくないのかこれは。どうした、きっと遠慮さず食え。刺激的すぎるアンモニア臭、それが恐怖をさらに駆り立てる。しかし気色とは修羅の道。この程度でひるんでいられるものか。どう、現地の人が食っているのだ、安全だと思いたい。気合一閃、俺はいたばっとまーす。丸ごとコウモリ、いやパニキを口の中に放り込んだ。すると見た目に反してまるでチキンのような芳醇な旨味。あ、辛くてうまーい。あー、これはめったにない当たりだと思った瞬間、後追いでひどい獣臭が鼻を突き刺した。臭い、なんという臭さだ。肉の旨味をすべて台無しにするほどの強烈な臭さ。俺は意識を保つのがやっとだった。パニキに使用されるのは食用の大コウモリだという。高タンパク低脂肪ね。なるほど、健康にはいいわけか。その匂いが独特すぎることから大量の香辛料と一緒に炒められる。そんなこんなでエキゾチックな料理に舌鼓を打っていると、きっとそろそろ出発ね。うむ、ジャワ島の奇跡拝ませてもらおう。あっという間に時は過ぎた。これが気色の魅力だろう。バニュワンギ空港付近からイジェン山までは車で約2時間。今回我々が向かうイジェン湖はイジェン山の山頂付近に存在する河口湖だ。夜は青色に輝く可憐な湖なのだが、実はこの湖の水には超高濃度の硫酸が溶け込んでおり、別名死の湖と呼ばれている。そしてイジェン山の登山口に到着した。これが神の住む山、イジェン山か。ここからは登山ね。厳しいよ。登山口の時点で標高1900メートル。熱帯のインドネシアとはいえ夜は肌寒い。ジャワ島の神秘ブルーファイヤーへ心を躍らせて意気揚々と歩き進めていくと、あ、なんか硫黄臭くなってきたな。そろそろね。俺は腕で鼻を押さえつつ目的地へと急いだ。さらに歩みを進め標高2700メートルに到着。すると、おお、何か見えてきたぞ。きっとあれよ、ついに見えたね。俺たちの視界の先にかすかなが青色の光が現れた。あれが噂のブルーファイヤーか。さあ近くまで行ってみるね。ジャワ島の神秘を間近で刮目すべく俺たちは火口の底まで歩みを進めた。河口付近まで来たところでふと周りを見てみると、なんでこんなにマスクをしてる人ばかりなんだ。ああ問題ない、気にすることない。同じく観光客なのだが皆ガスマスクをしているのだ。河口×ガスマスク、
ん、これは死の方程式じゃないのか。おい、ガスマスクはどこにあるんだ。いらない、私は現地人、安全確保バッチリよ。こいつを信じて大丈夫なのか。しかしもう後には危険一だ。俺は火口への石段を駆け下りた。するとついに、おお、なんという景色だ。まるで溶岩のように淡麗に輝くブルーファイヤーが現れたのだ。ジャワが織りなす絶景に感銘を受けていると、謎の黄色い石を担いだ男が横切った。あの人は何をしているんだ。ここで働く甲府ね。するとデニーがおもむろに語り出した。彼らはこの山で採れる硫黄で生計を立てているね。なるほど、硫黄は貴重だからな。硫酸湖という死と隣り合わせの場所で生きるための金を稼いでいるというわけか。私も最近まで甲府だったね。だから危険回避できる。そうだったのか、危険の中仕事をしていたんだな。聞くと風の向きを読み、有毒ガスをかわす方法も心得ているとのこと。そんなことを話していると、一帯に朝日が差してきた。ブルーファイヤーが消えてしまったな。そう、夜中しか見えないね。先ほどまでの神秘的な景色は身を潜め、ただの煙が出ているだけの場所になった。しかしなぜこのような現象が起きるのか。ブルーファイヤーの正体は。おいデニー、なんで炎が青く光るんだ。ああ、それはね、デニーが俺の質問に答えようとした次の瞬間、突如風向きが変わった。どう、なんだ、まあ、大変だ。火口から吹き出る煙が一気に俺たちに押し寄せた。視界が一気に灰色に包まれた。やばい、息ができない。あばばばばばば、予想外のドッブ。やばい、この人たちマスクしてない。俺の意識は急速に遠のいていった。そして次に目が覚めた時には俺は病院のベッドの上にいた。よかった、目を覚ましましたか。ああ、ここは俺はどうなったんだ。どうやら俺はあの場で倒れ、この病院に担ぎ込まれたらしい。火山性ガス中毒ですよ。あそこは有毒ガスが立ち込める危険区域ですよ。なるほど、やはりガスマスク必須だったわけか。医師が言うには生身の体で飛び込むなど死にに行くようなものらしい。実はあのブルーファイヤーの正体は硫黄。火口付近で硫黄が燃焼し青い炎となるのだが、これが実は有毒ガスを発生させているのだ。あ、ガイドの男性と一緒にいたんですか。彼はどうなったか知りませんか。その男性は残念ながら、なんとデニーは帰らぬ人となった。有毒ガスを吸いすぎてしまったのだ。俺は数日後無事に退院し日本へ帰ることとした。デニー、安らかに眠ってくれ。秘境はいつも死と隣り合わせ、もしもの覚悟はしておかなければならない。今回の旅を頭の中で追走していると、ある異変が起きた。なんか吐き気がするぞ。硫黄がまだ残っているのか、それともコウモリ、まさかなあ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。